皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゅんです。ゆいです。この度ですね、第3回インゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。2022年2月24日木曜日、場所は千葉県にある白鳳カントリークラブです。今回は視聴者参加型のトーナメントで、観戦付きのラウンドチケットを用意しました。すごい。ぜひですね、推しの選手に会いに来てみんなで盛り上げていただきたいと思います。詳細は概要欄に載っておりますので、そちらをご確認ください。それでは本編動画をお楽しみください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆっこです。ゆいです。はい、ということで今日はですね、新年会変な感じですけど、新年会をやっていきたいと思います。ウーバーイーツで韓国料理を頼みました。めっちゃ美味しそう。すごいいい香りが、ね、うん、食欲をそそる香りですわ、ね、ということで乾杯していきましょう。はい、乾杯。美味しい。ビールです。レモンサワーです。はい、ゆっこは年末なかなか時間が合わなくて、はい、忘年会できなかったんですけど、はい、確かに、うん、うん、なんかあれ、なんかシミだった。あ、そうなのだよね。ごめんね、もしかしたらカメラで映ってるか分かんないんだけど、なんかやったかなと思って、ま、ちょっと頑張って、いい感じに浮き上がってる。頑張って隠したんだけど、隠しきれないぐらいのピコレーザーかな、うん、あで、こうなんか全体やった後に、はいはい、スポットで当てたんで、ちょっとスポットで当てたとこが、ね、はい、いい感じに浮き上がってる。いい感じに浮き上がってる。これ確かに寄ると分かるね、ちょっとアップ、うん、これはシミや、うん、いい感じ、いい感じ。すぐ気づくって愛じゃない。そうよく見てる人も愛じゃない。ゆいちゃんも会った瞬間に、うん、なんか大丈夫みたいな。大丈夫。ご飯食べながら。食べたい、うん、めっちゃ美味しそう、はい、いただきます。え、これ何、サムギョプサル的な。あ、これは何だっけ。ポッサム。ポッサムだ。豚、ゆで豚、うん、私あんまこれ食べたことないから。ポッサム美味しいよ。なんかサムギョプサルみたいな感じよね。うんうんうん、言うなれば焼いてないだけ。そう、茹でてる。キムチいただいちゃいます。でーん、最近は何言ってる、言ってるか。あ、さ、あれ20、昨日、あれあれ昨日、おととい打ち納め、うん、うん、どこ行ったの。タテのクラシック。そう、行きました。タテの、私新年タテのクラシック。あらま、うん、いつか。普通早っ、うん、新年いつ行くの。まだ決まってないかも、うん、レッスンもあるけどみたいな。そう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 、うん、自分のなんかプライベートはまだ決まってない、うん、うん、もうおいしい、おいしいね、うん、ほんとうまい、うん、まずはあのフリートークは酔っ払ってからにしないと。なので、うん、コメント返しをしていきたいと思います、うん、おゆっこさん、うん、いつもコメントありがとうございます。動画髪短くなってるってサムネですけど、はい、さらに短くなったんじゃないですか。さらに短くなって、うん、めっちゃ明るくした、ね、ゆっこがこんな短いの初めて見たかも、うん、でもここまで短いのは本当に中学生ぶり。あ、そう、後ろ全然短い。前もうちょっとなんかボブっぽかったよね。むしろゆいちゃんも長いよね。長い。あ、そうだね、ゆいちゃんも短いもん、ね、もうまるまる1年半ぐらい切ってへんかも。うーん、1年半ぐらい前ちょうど、じゃあこのぐらい、よりちょっと短いぐらい、うんうん、ゆいちゃんこのぐらいのイメージなんです。うん、確かに。これ普通にどこラウンドしたんだっけ。だからフューチャーズ、そうそうそう、トーナメント会場2人でやったんだっけ、うんうんうん、ベストボール、うん、ゆっこは数ヶ月前と別人だね、うん、トップからの切り返しのタイミングがいいね、今ね、もうめっちゃやばい、リズムいい感じです。あ、今回良かったんだけど、うん、この本当に 1,2 ヶ月で、うん、うん、なんかもう全然ダメ。全然ダメ、うん、そう、うん、激しい。確かにゆっこ激しいよね、激しいね、うん、うん、激しいよね、激しい、安定しないんですよ、うん。ゆっこちゃん相変わらず足長い。長いよね、体の半分足だよね。そんなそれはない。腰から歩いてる、うん、でもやばい、腰から足生えてる。それは腰から足生えてる。それは別の生物よ。そうそうそう
全然別の生物。絵に描いたらみたいなの描きたいぐらいの腰から足生えてるユッコみたいな。それさ、首でもないよね。腰から。そうそう、そうそう、はい、ありがとうございます。ユッコさん、パター買いましたか？買いました。買えたんだ、うん、すごいね、そんなことまで気づくの、うん、そう、なんかね、見てんのよ意外と、うん、すごいね、ギアを。すごい、やっぱ、うん、その特に男性はやっぱギア見るよね。見てる。好きな人好きやもんね、うん、ギアは。ゆいちゃんがもうドライバーとか変えたらすぐコメント入ると思うよ。まあ、じゃあ、ね、変えたら絶対今のとこ変えましたって言われるまで。確かにね、よく見てるよね、うん、でもすごい、でも本当すごいね、本当すごいと思う、うん、そう、変えたのパドラだけだ。何したの？前はメンズの、うん、キャメロンを使ってて、あ、マイガール。今はそう、うん、女性用のキャメロンに変えて、はいはいはい、で、あんまりそのこだわりはなくて、うん、でもやっぱ女性用のを使ってみたら、うん、なんか使いやすい。あ、そう。やっぱ特にショートパッドが重い。前は重いし長い。うんうんうん、あ、じゃあ長さ、その男性用のやつでやってたの？そう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 。シャフターとか私変えたことないから、うんうんうん、なんか意外とそのまま、そのまま純正しか使ったことない。あ、そうなんだ。だから変えてみたいなとは。シャフターは変えたら全然違うね、うん、やっぱり全然違う、全然、うん、やっぱりね。じゃあ来年デビューしようかな、うん、うん、絶対にした方がいい。へー、そうなんだ、うん、絶対いいなんだ。うーん、なんかもうヘッドって、うん、すごいよっぽどこだわってないメーカーじゃない限りは、うん、ほぼあんまり変わんない。大体、うん、どこのメーカーも飛ぶし、うんうんうん、まあ重心と か、うん、なんかこう形とかが違うけど、うん、まあ、そのロフトバックとか、私どっちかっていうとシャフトの方が結構、うん、へえ、シャフトのフィッティングが一番大事だと思ってる。うん、なんだね。でも言われる。まあ確かにね、うん、あ、純正なんだ、ええー、みたいな。私もでもドライバーだけだよ、変えてんの。うん、あとは全部純正。うーん、だからドライバー飛ぶ、飛ぶ、飛んでる感じがする。うん、じゃ純正のシャフトも全然悪いことはないねんけど、うん、より自分に合った、なるほどね、自分のスイングの癖に合った、うんうんうん、シャフトの方がやっぱ使いやすくなる、うん、カスタムするときは呼んで動画撮るから、うん、ゆっこネタが必要なんで。ゆっこ初めてのカスタムフィッティン グ, フィッティングシャフトカスタムしてみた。やっちゃおうか。ゆっこさん、ベストはどのぐらいですか？赤が76、うん、おお、あ、あ、めだ、白が85、おお、と、そう、まあ、レギュラーかも、レギュラー85、うんうん、そうなの。バッグは未経験なんで分かんないです。確かに、はい、バッグはやったら辛くなるだけだよね、多分ね、違う、多分ボギー音すらもうすごいヒーヒーみたいな。言いそうだよね。うん、確かに、フルバッグだったらどれぐらいで回れるかみたいなのや、うん、ちょっと怒られるか、ルシュにさせてもらえないかもしれない。成田のフルバックとかだと、うん、長そう、7000超えやから。うん、でもなんか成田やとショートが長いっていうよりかは、うん、ミドルが長いって感じだから、まだだから逆に大丈夫かも。400はもう全然超える。400ちょいな。300買ってもこう上りとか、うん、なんかたまにショートで230とかやと、もうドライバーでさら届かへんもん、うんうん、無理やん、うん、とかやとうわってなるけど、成田それがないかも。一番長くても多分190とか200ない気がする。うん、長いけどな、うん、ギリギリドライバーじゃなくても打てるかもっていう方がまだね、うん、ね、確かに。2人で回るんだったらバックでも全然いいもんね。そうだよね、なんか挑戦してみたいよね。やばそう。やばそう。でも100は切れるんじゃない？切りたい。うん、うん、ゆっこちゃんとじゅんちゃんに、ポロシャツにサインをしていただきました。うん、卒業したココロちゃん、リサちゃんと4人のラウンド動画が見たいなっていうコメントをいただきました。ねねじゃない。全然ねではないけど、
まあ、うん、そうね、まあイベントがね、やっとまあできるようになるんだったらちょっと企画してもいいかなと思うけど、うん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 、ゆいちゃんレッスンなりのいいね、いいじゃん、ワン、うん、わかんないけど全然今適当に言ってるけど、うん、でもいいよね、うん、なんかね、ゆいちゃんとニアピンチャレンジ、あそういうのとか楽しそうね、うん、ね、卒業してね、ここだとリサちゃんと並ぶのは多分難しいと思います。まあ、ご本、まあ、ご自身からちょっと、うん、あの DM かなんか送っていただいて、お願いできませんか、依頼をしていただいて、ありかもしれないしね、ね、うん、美味しいな、はい、めちゃめちゃお腹空いてたから、食べなさい。じゃあ、ちょっとゆいちゃんも行こうかしら、行きましょう。左肘の動き、うんうん、これはなんかすごいコメントが多かったですね。何だろう、この動きはさすがにやってないな、でも頭に入れときますってことと、まあゆいちゃんが可愛すぎて頭に入ってるっていうコメントが多い、うん、まあ、分かるよ。そんなことある、分かる、もっとちゃんと中身聞いてみよう、うん、やっぱ、うん、左肘、ありがたいですね、うん、あ、あとこれだな、多かったの、あの壁にさ、うん、こうやるやつあったじゃん、 あったあれがなんかやっぱすごい見られてて、うんうん、これは速攻できます、うん、やってみますとかね、うん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 、ゆいちゃんが可愛すぎるレッスンが入ってきます、うん、これ絶対1個入ってくるからね、このコメント、なんなんみたいな、何なん、確かに、でもまた入ってくるこの動画、なんかでもお正月、うん、お正月って結構練習場混んでるイメージあって、あ、そう、あ、分かる、やることないから暇だしね、そう、みんなゆいちゃんのレッスン動画見てね、うんうん、試して、私も試そう、うん、壁で、うん、壁でやってみて、うん、多分後でゆいちゃんそんなに体張らなくてもいいよって来たの、体張らなくてもね、多分壁にぶつかったじゃん、ああ、そういうことね、はい、こうやってできないと壁にぶつかりますねって、ぶつかった時こうなるよみたいな、ぶつかったの、かわいい、超ケガで、毎回ゆいちゃんのレッスンためになります、自分はドライバーの球が吹き上がってしまうことで悩んでます、良い対処方法があればぜひ動画で教えてください、ブワーンってなるの、うん、天ぷらではなくて、うん、あんま見ないよね、そういう人、吹き上がる、右に行くのかな、吹き上がる、うん、上にブシューって上がるの、この回転差が多いんだろう、うんうんうん、バックスピン、バックスピンかかるやつじゃん、ドライバーで、あれだ、ランでないやつだ、うん、どうなん、うん、でもそれってのカチャカチャでさ立てればいいとかじゃないのかな、うん、それでも多少多分回転はできるはず、うん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 、そのギア、それこそさっきの話じゃないけどギアで変えたりとかね、今後これもちょっとレッスン動画にね、うん、していきたいと思います、うん、ゆいちゃんのラウンド動画この間久々にあげました、あげたね、天気は良くて気持ちよさそう、天気良くて気持ちよさそうですね、思い出せばゆいちゃんが動画に出だした頃は下を向いてばかりで話も少ない、懐かしいです、下を向いて、確かに確かに確かに、見ないからカメラに喋るっていう、確かにずっとこうやってやってて、しかもあの時ってそのカメラマンさんがこう、うん、見てやるやんか、うんうん、で余計その確かに、うん、でも確かにうつむいて喋ってるなんか映像が頭に浮かぶ、うん、しかもその時さ多分今平プロとかの撮影だから、うん、みんな気合入ってて、うん、なんか空気が相当なんか、うん、ね、なんか今ぐらい緩いとすごい楽しい、結構真剣っていうか、うんうん、いつもとは違う雰囲気、うん、そんな雰囲気があった、うん、ラウンドになるとやっぱ関西弁が出るのか関西弁のコメントが多い、安定の一人、ゆいちゃんの関西弁、関西弁かわいすぎる関西弁、関西弁めっちゃ噛むやん今日やばいね、お待ってました、ゆいちゃん関西弁かわいい、やっぱかわいい、楽しい、ためになるってのがじゅんちゃんとこう、喋ってるし余計出るやんね、あ敬語じゃないか、うん、タメ口やし、うんうんうん、ゆいちゃん基本これのイメージだけど、そうね、いや、ちゃんと
標準語喋ってる時もあるはず。だけどそうだね、あのレッスンの動画の時はちょっとあの敬語、これは不調不調すぎ、不調すぎ不調なのよ、もう飲み続きでもう体が悲鳴を上げている、ね、ちょっと関西弁、ね、関西弁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 なくなるけど、ラウンドの時はさ、ボソボソ喋ったりとかさ、ボソボソ喋ったりとかしない。だからボソボソというか、なんか思ったことを喋ってるから、うん、関西弁出るよね。うん、関西弁、京都弁。レッスンの時だともうすでに考えてることを締めるから、うん、あんまりねやけど。そうだね。めっちゃ基本でも私の中で関西弁のイメージ。飲んでる時とかも関西弁だよね。確かに。でもこの間のカメラをさ、うちら2人で持ってやってたのはすごいなんか、うん、新鮮なの、なんか懐かしいじゃん、うん、多分最初期、うん、そうだったじゃん、ね、カメラもいなくて、そう、うん、なんでリアルだよね。そうそうそう、リアルにできる。やっぱカメラマンいるとさ、うん、そうね、やっぱカメラマンに聞かれたくない会話とかある、うん、ありますよね、なんだかんだけど、まあ、純ちゃんっぽいかもしれないけど、こういうゆったりしたラウンド動画がとても良かった、うん、2人がブツブツ言いながらラウンド姿がめっちゃ可愛いって癒されますっていう風にほんまにブツブツ言ってたね、うん、しかも途中喋んなくなるし、なんで、まあ、2022年はそういう動画も増やそうかなと思って、うんうん、ありね、うん、っていう風に考えてます、はい、なんか竹内さんもアメリカから動画を撮るって言ってたんで、何を、なんか何の動画、そのちょあのプロテスト受けてる子たちがアメリカにいて、そうそう、なんかそういう子たちとゴルフしてなのか、その子たちにお願いしようかだけど、まあ、アメリカバージョンも挟んでくるみたいなんで、それはちょっと楽しみですね。ということで一旦コメント読みを、うん、こんな感じにしようかな、はい、うん、ね、うん、ね、いつもコメント、うん、ありがとうございます、コメントありがとうございます、もっとコメントお願いします。今日はゆるい女子会で、そうです、今日はゆるい女子会です。次の動画はもうちょっとお酒を、ちょっとワイン持ってきたので、やった、ワイン飲みながら今年の抱負とかなんかいろいろ雑な感じで聞いちゃおうかなと思います。雑にね、うん、雑にね、ゆるくね、ゆるくやっていきたいと思います。はい、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。指パッチできない、パッチできない、嘘でしょ、一回もなことない。